キリのクラウチョウキでーす。モンでーす。コンでーす。本日はですね、ファミコンの世界に迷い込んでしまったらとても困るということで、練習をしておきましょうか。ファミコンの世界だと何？ファミコンの世界に迷い込んでしまったら皆さん困るじゃないですか。確かに、カタカナ20個とかしかないからね。そうなった時にクイズができるようにファミコン風フォントで問題を作ってきましたので、答えてください。そのファミコンの世界に入っちゃったら脱出を目指すんじゃなくてクイズができた方がいい。問題が全部で6問あります。正解でプラス1点、間違えたら他の誰かが間違えるまでお休みです。なるほど。本当ファミコンにしているだけなんで、はい、何聞かれてるかとか問題見ればわかると思いますんで、早速いきましょう。それでは1問目まいります。ここから問題こちらです。はい、弘前にて正解。読めた。で訪れた兵庫県の温泉地での出来事を描いた志賀直哉の短編小説は何？あ、読めますね。これ読めますね。読めますね。めっちゃけ読めます。結構読めるね。うん、全然余裕。うん、安心して次からの問題も出すことができます。第2問参ります。問題こちらです。ちょっと、ね、1問目難しいかと思って1文字ずつ分けて持ってきました。やばいじゃん。おい見るなよ。親切心ですね。親切心。さっきまで雰囲気で解いてたのに。ちょっと1文字1文字分けて見てもらった方がいいかな。1問目も1文字1文字出されたら多分分かんなかったです、ね、絶対に無理。2問目の3文字目です。ちょっと待って、これは読めそうだな。いや1文字目忘れた。なんだ、この後のこれ、ね、あれちゃった、どうせそうでしょ、うん、点でしょ。あ、すごい、はい、読めるけど、プレパラート。そうだわー。ステージ正解。ステージの方かよ。においてだからね。はい、潰れすぎだろ。見覚えのあるブロックに書かれてそう、これ。ファミコンで見覚えのある。確かに、叩いたらなんか出てきそう。これ、顕微鏡の鏡か。鏡だったんだ、これ。いや、もう頭にしか見えなかったわ。まず、鴎外が右にあるな。そう、鴎外は見えた。B も無理だなぁ。これ、B なの？ B 無理だなぁ。世界のせいだと思ったなぁ、これ。プレパラートという回答で全てが。やばい。ヒントは言っちゃった。プレパラートという回答で問題文が全部分かってしまった。ナイスアス。1点、0点、1点です。しゃ。それでは3問目です。はい、問題こちらです。さっきと同じ景色ですね。これ読めるぞ。いや、読める気がするんだけど、読める気がするんだけど、そんなんで始まるもんあるか。そうなんだよね。いや、もうわからん。なにこれ、やば、この字。いきます。は、おー、これは読める。読めるさすがにあれだと思うけど、でも意味わかんない。意味わかんない。え、最初の2文字なんだっけ。最初の2文字なんだっけ。はぁ、と、最初の2文字なんだ。え、やべ、あ、違うから、ジャルジャル正解。あー、よっしゃ。ジャルジャルさんの後藤淳平。 5? 嘘、5かよ。 5?後藤淳平さんですね。笹だと思ったね。絶対笹だと思ったもん。笹っぽいけど、でも読めないなと思ってました。5は無理でしょ。5は無理だ。で、等が無理だ。普通にモンドと同じ解き方をしましたけど。モンドと同じ。見えないよ。淳平と。はてなはてな淳平と福。徳か。なんだこれ。ヒデ。棒人間。修介さんなので、ヒーデルです。あー。からなる。お、笑い、こ、ん、び、は、なに、はてら。こが一番再現度高いわ。完璧。完璧だ。まさにこ。内容も見ればわかると思います。問題こちらです。はいはいはい。やばい。これはひどい。漢字一文字答えてください。体のみ。違います。鶴崎ともんちゃんに回答チャンスがあります。何これ。みんな行こう。こういうのは攻めるのが大事ですよ。さあ、ゆっくりやろうかな。左あれだと思うんだけどな。左あれだと思うから見って言ったんじゃないの。左あれだと思うから見って。いや、僕左それじゃないと思ったわ。え、あれ、なんだと思ったんですか。直霊の直。直霊。直霊の直。あと10秒で東君を復活させます。やばい。そうなのか。2、1、はい、東君を復活です。上何に見える。え、
もんちゃんどうせ豪族の豪だと思う。豪族の豪。いや僕もそれは豪族の豪。白豪の豪だと思ったでしょ。一番下の字。今んとこ愛だなと思って。愛かな。僕が読みたい字に見えてしまう。めちゃめちゃ相談してるけどもはや。1位になってくださいとしか僕は言ってないから。はい。おころよい。残念。豪快。豪快。いやあれ結局豪派なんですか。豪派。え豪じゃないよ。豪は結構豪っぽいですよね。だってその鍋蓋あって、うん、わかんぶりみたいな下の形がいかにも家みたいな感じ。うん。10秒くらいで連れ先を戻します。腹。違います。豪華の家じゃないらしい。勢い。勢い。豪勢のせいね。もうみんな豪しか使ってないから。豪じゃない可能性まだあるから。もう豪じゃなさそうではありますが。単純に僕ら和道開珎が解けてない説があるよ。もしかしたら。はい。はい。豪は合ってますか。はい。合ってるんだ。ゴーローライ。豪。豪州の州。残念。飽きない。飽きない。残念。族。族、残念。遊ぶ。残念。農家の農。残念。単。残念。豪邸の邸。残念。ドル。ドル。豪ドルのドル。違います。どういうことやね。オーストラリアドル。オーストラリアドル。漢字に申して。豪ドル。ドル開珎でそれ出すのセンスなさすぎる。豪は絶対いけるじゃん。知らない熟語ってことですよ。これ出てこないけどもはや。あの、知ってる知ってるます。ゴー、ゴー、ゴー、ゴー語る。正解やったー。ゴー、ゴー、ゴー、差し語。いや、直語、直語、直語。ごわい直語。確かに、ごわいってなんだ。直語、語義わかんでしょ。ごい、ごい。いやー、そっち上考えたら分かるの下下が分かったら上が分かると思ってたの。よし乗り越えたぜ。鶴崎2点、もんちゃん0、東門2点です。第5問、問題こちらです。ドン。はい、クイズノックたまにやっているバラバラ漢字です。うわ意味があるな。なんでこれでやるの。4つに切ってバラバラにしてます。え、向きも変わってます。今回はなんと向き変えてません。おお、ありがたい。ありがたいでしょ。ありがたいね。4パーツですんで。片目4パーツなのにね。なにこれやば。これむずっ。これ変えてない可能性ってあるんですか。左上のパーツが元から左上にあった可能性はあります。はい、一括の勝つ。残念。勝つ。いや、そもそもさ、下に一行さ隙間があるからさ、下のパーツが下だと思っちゃうんだよな。上のパーツはさ下に持ってこれなくねってなっちゃうんだよ。いいこと気づきますね。見えないかな。じゃあヒントをあげます。お、このフォントの特徴をまず掴んでください。特徴？六かける六だってこと？いや、違う。七かける七か。で問題は八かける八。そう。本当だ。バラバラ漢字は偶数かけ偶数じゃないといけないから、白いところをね足さざるを得ないんですよ、問題作るときに。だから一番下。はい。じゃああそこは下なんですよ、ね。もう確定やん。じゃあだから四通りですかね。しかもその右側の空白も多分統一するんじゃない。ということは下と右に統一して、だから上を確定じゃん。脳内でそれやるのって結構難しい。それを脳内でやってる。まだ押せない。あ、じゃあ5、4、3、2、1。はい、どうぞ。はい。合唱の章。正解。イエーイ。キモー。泣いてんのか。早押しボタンだよ。それでは、最終第6問です。じゃあ参ります。問題こちらです。ドン。またですか。はい、そうです、またです。でも分かった、もう分かったから。確定してるやんこれ。え、おかしくない。おかしくない。だから、そうそう、だからもうさっき学んだよ。向き変えてますかこれ。まあ
これは変えてるでしょ。そう、変えてる。やばい、わかりますね。これは変えてないと無理だもん。右下のパーツ右下確定じゃん。あ、そうです、そうです。で、下の方向きが確定します。いいね。だからこれ、この動きが確定してこれね。え、じゃあめっちゃいけそうなのに。だからどうせあーでしょ。はい、はい、匠正解。よし、一撃。匠匠タラタン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 。なんということでしょう。こんなだったバラバラ感じか。タン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 。すごいですね。言われてみれば。タン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 。間取りに見えてくる。間取りに見えてくる。タンタンタン。変な家だろこれ。鶴崎4ポイントで優勝。イエーイ。いや、僕任天堂64世代だからさ、ちょっと世代の差が。僕スイッチ世代です。ずるいずるい、それはそれはずるいね。はい、ということで、本日はミサキフォントさんというね、フリーのソフトウェアフォントをお借りしてファミコン風クイズやってきました。はい、概要欄に貼っておきますので、フォント使いたい人はダウンロードしてみてください。ありがとうございます。それではチャンネル登録、高評価などなどお待ちしております。それではさよなら。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE のリンクもあるので、ぜひフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。